何よりも作曲家は生徒さんたちが自分の作品をどんな気持ちで演奏しているのか、どんな表情で演奏しているかを肌で感じることが絶対に大切です。自分の作品を演奏している生徒さんたちにはできる限りお会いしてありがとうと言いたいです。私はこれからも現場の先生方とディスカッションをしながら音楽を作っていきたいと思っていますし、皆さんこんにちは、作曲家の八木沢です。これまでは作品の参考音源やリハーサル風景を中心に YouTube を使用してきましたが、今年で私は作曲家としてデビューして20周年を迎えたことを記念企画として、このように自らトークをする動画を作成することにしました。最近では吹奏楽界で活躍する作曲家を夢見る方へなど次世代へのメッセージや作品の解説や作曲をした経緯、背景を私に普段会う機会のないバンドの皆様に向けてメッセージを送る動画を作成していますので、少しずつコンテンツが増えてきています。これらは私を含めもっと吹奏楽界の作曲家を現場の皆様に身近に感じていただければという意図もあるからです。現在吹奏楽界で活躍している作曲家のほとんどは吹奏楽部出身で楽器経験のある方ばかりです。それぞれが皆さんと同じように中学・高校生時代に吹奏楽と出会い、音楽の魅力を知り作曲家になったという方が最近は本当に増えてきています。私が中学校の吹奏楽部でトランペットを担当していた時代、今のように日本人の作曲家の吹奏楽曲は多くありませんでした。先日私は千葉県市川市から兵庫県西宮市に引っ越してきたのですが、整理をしていた時に出てきた当時のコンクールのプログラムを見ると外国人の作曲家で埋め尽くされていて、日本人の名前はほとんど見かけませんでした。ですが今はコンクールのプログラムのほとんどが日本人の作品になりました。まあそれも極端すぎて良し悪しはあるとは思いますが、それほど吹奏楽を愛し現場に求められている作品を書く日本人作曲家が増えてきているという証拠だと思います。さて私はもちろん作曲が主な仕事ですが、これまで国内外で客演式や講習会の講師、そしてコンクールの審査員などを務めたり、マルチな活動をしてきました。ですから、どちらかというと、現場に身近な存在になっているのではないかと思っています。でも、もっともっと吹奏楽作曲家の存在が現場に身近になっていったら良いなと思っています。吹奏楽界は教育現場で作品が演奏されることが圧倒的に多いです。教育現場で演奏される作品であるからには、日頃から生徒さんたちにご指導されている経験をお持ちの学校の先生方から、作曲家は今何が求められているのかを教えていただくべきですし、何よりも作曲家は生徒さんたちが自分の作品をどんな気持ちで演奏しているのか、どんな表情で演奏しているのかを肌で感じることが絶対に大切です。そして先生方と生徒さんたちにはもっと作曲家という存在を身近に感じていただき、作曲家がどんな気持ちで作曲をしたのか、そしてどんな意図で作曲をしているのかなど、作曲家の人柄も含めて理解していただければと思っています。私はこれまでに一般バンドだけではなく中学、高校、大学バンドとともにたくさんの作品を生み出してきました。その多くはヨーロッパ、アメリカ、アジア諸国で幸いにもたくさん演奏していただけています。これは単に自分の作品が良いからなんて思ったことは一度もありません。やはり会ったことも話したこともない、ましてや言語も違う国の人たちに演奏される作品には理由があるからなんです。私の吹奏楽曲の9割は移植作品です。移植作品とはバンドから依頼を受けて作曲した曲を意味します。私は作品を依頼された時に、国内であれば基本的に作曲する前に指揮者の先生からご依頼の意図や求めている内容など詳細なお話を伺いますし、できる限り練習にお邪魔して生徒さんたちの雰囲気を感じるようにしています。先生の指揮や合奏の進め方、生徒さんたちの音はもちろん反応も含めて、そのバンドに合った音楽はどんなものかをできるだけ探るようにしています。時には生徒さんたちからアンケート調査を取ってご要望を伺うこともあります。
こうやって作品が誕生するのですから、作品を依頼したバンドの存在がなければ、同じテーマであっても全く別の作品になるということです。私の作品については、作品を書いた時に出会った先生と生徒さんたちの影響が本当に大きいです。よく八木沢さんは自分の曲の中で何が一番好きですかと聞かれますが、単純に作曲家としてそれぞれの作品や作曲当時の思いもあるので選べませんが、何よりもその作品が誕生するきっかけとなった楽団の存在がある限り、本当に選ぶことはできないんです。私はこれからも現場の先生方とディスカッションしながら音楽を作っていきたいと思っていますし、自分の作品を演奏している生徒さんたちにはできるだけお会いしてありがとうと言いたいです。本日の動画は、吹奏楽曲は教育現場とともに誕生しているというテーマでお話してきましたが、ご要望があればもっと掘り下げた内容で動画を作っていこうと思っています。本日は最後までご覧いただきましてありがとうございます。